今回は超究極ウィザーやっていきます。で、一応アイテム使ったね。アイテム使ったけど、サイドエフェクトは、まあ、これは使ってない。で、サイドエフェクトを使っているやつとサイドエフェクトを使ってないやつ、分けようかなと思う。これで、はい、そうで貫通だから誘発して、はい、はい、そっか、これが回復受けるのね。そしたらこういって、はいはい、で、あー結構いいかもね、鬼丸のこの友情。そうこれで、クガ接待だと思うんだよね今回。まあデクも結構割りかし結構使えるんだろうけど、今回はとりあえず鬼丸持ってきたのはザコ処理用として、あとは、爆豪で、あ、やべ、うーわ、これやってくるのか、これやってくるのか、うわー、何してんのかな、これで。で、爆豪で、弱点露出させて、露出からの、回復しないと、ちょっとやばい。はい、はい。で、弱点露出からの、クガで、ドカンともう一撃で決めるみたいな感じだね。で、多分これでいけるよ。増進結果、新一、鬼道路。いや強これ、さすがね、もう限定、もうレッドスターズ限定の力ね、これやっぱもう。そしたら、おっ、クマで、おお、うーわー、やっ、いや、そのナイトのやつってもうそっちだよな、さすがに。ゴーゴーってやつはもう多分これまでに倒しなさいっていうことなんだね。そしたら、この妖精の内部弱点の意味がわからない。これどういうこと？そしたら、妖精倒したらいけないってこと？やべえな、これナイト倒さないと。ただこれで全体的に当たって、はいはいはい、はい、もたもたしていては雛鳥に逃げられてしまう。で、
で鬼丸で、そしたらで無難に行こう。はい。増進結果。進撃。まっすぐ。はいはい。そしたら、この霧に当たって。はいはい。これでワンパンはまず無理でしょうか。今のここに引いたら、いや強っ、結構硬いね。でそしたら、おー危ねえ危ねえ。そしたらまあ、これでスピードアップして、はいはい、ここはね、もうレプリカ先生に頑張ってもらうしかない。なかなか悪くない攻撃でした。で、クマ、いや、もう一周してクマ撃つか。で、じいちゃん倒して、はい。で、久々に面倒くさい長距離来たね。そうじゃないかな、コラボの長距離にしては。お、これ4プレしたらクマワンパンいけるね。そしたら、いや、おみまる、これあれだ、余計なことしないで、いや演出かっこよ、いや演出かっこよすぎる。いやこれで、まあどのうちワンパンできるんだろうけど、これで、はい、これで露出させます。はいはいはい、エピソッド男の、であとはクガ4フレして暴れみたいな感じでやれば結構強そうな効果で、アンカープラスボール倒れ、はい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 、やれやれ。いややっぱもう強いわ、やっぱこれクガでもいけるんだったら全員でもギリいけそうだね。アイスが、お前、僕のやっぱ